倉庫の会は日本の歴史小説作家、時代小説作家の組織集団。2016年6月に商業作家による歴史小説勉強会として創設。正式名称を歴史小説イノベーション、倉庫の会と言い,い、歴史小説会に風穴を開けんとする作家の組織集団として活動している。倉庫とは古代中国で文字を書くのに用いられた、 とといいう木札を見ささすなわわち筆業のので、その五感が、にふさわしいと命名された。具体的な活動としては、斬新な作品の発表は言うまでもなく、書店でのサイン会、歴史の真実に迫るトークショー、資料の読み方、歴史小説の楽しみ方、書き方講座など、思いを同じくする有志とコラボレートしながら、様々なイベントを活発に開催している。全員は、 現役のプロ作家である。2020年5月29日現在の所属メンバーは、下記の35名。赤髪両秋なし、これたか秋山香織の朝松健が足べたく、天野純季安一万純一彩り度夢、荒山通り泉豊上の沖中神家、正重川越総一貫原二郎木下正照、小松エメル坂井菊子坂上泉獅子宮。 年彦氏の原由紀、行杉山大二郎鈴木英二鈴木木一郎高石信高寿からすすけ千葉智子とば両長井さやし新見県早見俊日の草本田隆一美の阿りょ多日矢車はが原里氏鈴木英二が代表早見俊が副代表を務めているありがとうございます